皆さんこんにちは。今回は、ヌビレットは引くべきか?って動画。強い点、引くべき理由。弱い点、引かない理由の大きく2項目で解説。もちろんだが、この動画は主に性能向けや、引かない理由が欲しい人向けの動画でもある。だから、キャラ愛を考慮した動画でもないし、キャラ愛がどうのって人は迷わず引くべきだし、逆にキャラ愛がある方が楽しめるというのは、この動画の趣旨から反しているので、よろしくお願いします。ガチャがあるゲーム、ですからね。それでは強い点1個目です。まず、単純にバフなしでも効果力を出しやすいです。そもそも、かけられるのが現在だとカズハとかの、ダメージバフ系くらいしかない。一応、イエランの4凸とかあるけど大多数はアクセスできない。というのはさておき、それでも倍率自体が高いので、ヌビレットにバフをかけずとも火力が安定しますね。一応似てるかはあれだけど、アヤトとかは本人火力出したければ、それなりにバフがいるんだけど、ヌビレットはバフなしでも効果力を出しやすいね。一応アヤトは設置長時間爆発があるから、開花系においては、優位性はあると思うけどね。ということで、1枠でかなり火力を出しやすいキャラです。仲間が水反応を起こすと自身のダメージアップのサポートがありますが、まあ、それが発動しなくてもダメージ水準は高めですね。そして強い点2個目です。自己完結しています。ヌビレットは銃撃で HP をかなり消費してしまいますが、スキル、爆発で生成された雫を吸収して回復もできる。一応、水主人公の雫でも回復ができるので、特にキャラが少ない序盤だと、選択肢にはなりそう。一方で、ヌビレットは残り HP 割合に応じて銃撃ダメージが上昇します。被弾しまくるとこのダメージアップが期待できなくはなっちゃいますが、死ぬか死なない、で言えばスキルだけでも回復できるので、一人だけで生存補助面もカバーできてると言えると思います。ただ、銃撃で最大で 40% 分も HP を自分で削るので、敵が効果力すぎると、銃撃中にノックバックしちゃうと、お手玉されてそのままお亡くなりっていうのはありえるね。そっと出た瞬間、おわあったわ。一応最大 HP 消費 40%、回復最大 48% だから、8% 分までは銃撃ごとに最低でも自傷を超えた分の回復は可能だね。火力を出しつつ自分の回復を可能なのは魅力だね。一応やろうと思えばヒーラーシールドなしでの運用も可能ではあります。続いて武器が安いです。ヌビレットは HP 参照であるため、金箔や竜殺しでもかなり火力を出すことが可能です。また、これらの武器はサポート効果もあるので、自身だけでなく編成でのサポート能力が増えますね。あとは、新機構武器があればほぼ完全に噛み合っている性能で、機構武器でもかなり強くなります。金箔は単造、竜殺しは星3なので入手も簡単だな。金箔はもちろん精錬が欲しいところではあるけど、精錬1からでもサポート能力自体はあるので嬉しいね。ここに来てまた金箔の価値が上がってしまったね。武器が安くて強いっていうのはやっぱり魅力だね。それに金箔は使いどころが多いので1個は持っておきたいからね。ここから懸念点について。まずは、サポーターが相変わらず足りません。リネの時と同じ感じで、完全に噛み合うサポーターがいないというか役者が足りない。まあ、大体勝利カズハと誰かってパターンが多いと思うんだけど、何回毎期編成がパッとしない。拡散と結晶以外の反応を入れたければ、最後は大体フィッシュルとかになるんだけど、ヌビレットは通常を使うキャラではないので、いまいち完全には噛み合っていない。あとは水の利点って開花にも使えることなんだけど、草元素が下地になりやすいこともあり、仲間が水元素反応を起こすのが難しいというか、結構付着状況にも依存してくるので、キャラ同士の噛み合いで見ると、何回毎日キャラが足りていないんだよね。火力自体は高いし、今の螺旋では十分通用してるけど、反応と合わせて若干使いづらいキャラって印象。フリーナ、クロリンデ、あるいはナディアなんかが、これを補完してくれるんだろうか。基本は実装後1回目の復刻は早いので、キャラが揃っていないから見送る、っていうのもありだと思うね。ちなみにこれはリネにもある程度言える。リネにはもっと炎元素に特化したサポーターや中段耐性キャラが欲しいからね。リネ用にディシアも増えてはいたけど。それでも、他にいないからディシアっていう昔のアルベドパターンに感じる。補足として基本的には勝利の重要度は高めです。
無凸でどこでもビーム垂れ流したいなら、勝利の有無で考えてもいいかもです。ニーロー系は白術でもいいけど、意外と吹っ飛ばされることもあるので、ニーロー界海外では勝利はかなり重要だね。放浪者と違って、ビーム中はビームやめないと回避もできないからね。放浪者にシールド抜くタイプの人も一度考えてみてください。話がずれたけど2個目。ヌビレットにはサポート能力がありません。少し前に話したのだけど、特に設置的なものはないので、基本的には次に来るフリーナを優先したいです。あとは基本的にはサポーターを優先するゲームなので、カズハがいないなら後半のウェンテを引いてもいいと思います。どちらにせよ、アタッカーなので確実にフリーナを優先するべきですね。七神だから性能はほとんど約束されてるようなもんだしね。フリーナがサポーターとして弱かったらこのゲーム終わっちゃう。そして3個目の理由。キャラの懸念についてとかぶるんだけど、現状1突しないと編成が狭くなりやすい。中段体制に我慢して使えばいいとは思うんだけど、編成の基本的な最終目標は安定して強い編成だから、銃撃中完全に中段体制がつく1突は結構大事で、フータオのスタミナみたいに他のキャラでカバーできないってことはないけど、1突の重要度は高め、かなり攻撃的な編成を組みやすくなったりするので、一突はかなり偉大ですね。基本的には一突、二突、モチーフの順番がおすすめです。気候の新法器の精錬を5にする予定がない方、あるいは、気候武器精錬を待てないって人は、一突、モチーフ、二突がおすすめの順番です。基本的には無突でいいと思うぜ。突したい方は参考にしてもらえると嬉しい。ということで総評について。はい、アタッカーとして見れば優秀なキャラなのは間違いないですが、ちょっとキャラが足りていない感はあります。引きに行っていいアタッカーという性能ではありますが、手堅く行くならフリーナ実装後の復刻で引くことがおすすめ。ヌビレットはアタッカーとして優秀ですが、フリーナを前例で考えると確実に超えることはないです。ですので、アタッカーが欲しい、ヌビレットが気になるなら引く。原石とキャラ性能の効率を考えるとフリーナを待つことがおすすめです。フータオとヌビレットに関しては基本的にヌビレットがおすすめ。どっちも基本的にシールドが欲しいけど、ヌビレットは現在は反応はおまけ。基本は反応なしでも火力を出せるって感じなので。さらに、範囲攻撃も網羅してるのでヌビレットを推奨したいね。無凸フータオのスタミナはキャラでカバーできないけど、ヌビレットの中段耐性はシールドでカバーできるからね。という感じでヌビレットについてでした。皆さんはどうでしょうか？ヌビレットの評価や感想を教えてね。アルハイゼンで言うなヒーダみたいに、ヌビレットにフリーナでさらに強くなることを期待してます。ですが、期待だけでキャラを引くのは非推奨なので、今ある現実を見て考えることをおすすめ。終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。